皆さん、サッカー見てますか？どうも、エアクラーター20です。今回はUEFAヨーロッパリーグ準々決勝ファーストレグ、バイアーレバークーゼン対ユニオンサンジロワーズの試合、観戦に行ってまいりました。今日の試合21時キックオフということで、仕事終わりに速攻電車に飛び乗って現地に向かっております。さあ、レバークーゼンに到着いたしました。今回のブログもですね、現地映像をたっぷりでお届けしますので、気に入っていただけた方、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどでぜひ応援よろしくお願いします。駅からは歩いておよそ10分ほどですかね。この林道を通り抜ければすぐにスタジアムです。さあ、到着いたしました。時間もないのでね、早速中に入っていきましょう。中に入ってまいりました。スタジアムの中ね、こんな感じで壁に数々の素晴らしいアート作品あったんで、少しずつご紹介します。どうぞ。こちらはスタジアムに隣接しているホテル。こんな感じで過去在籍した選手たちのユニフォームが飾ってあります。それでは少し腹ごしらえをして席に向かいましょう。こちらはガッフェル・ケルシュ。かなりライトで飲みやすくて、仕事の一杯目にはもってこいのケルンの地ビールです。そしてこちらはドイツのスタジアムでは定番のスタグル、カレーソーセージにポテトのセット。日本のスタグルのような繊細な見た目ではないですが、味は頼んで間違いなし。ぜひご賞味あれ。さあ、今から席へ向かいます。こちらがバイアレーナ。収容人数は32,100人です。ブンデスリーガーの中でも比較的小さいスタジアムにはなるんですが、その分どの席から見てもピッチまでの距離ものすごく近く感じることができる素晴らしいスタジアムです。
まりました。今日のお席、西側スタンドブロックが F4 で7列目の49番の席です。そして今回ですね、ありがたいことにご招待していただきました。通常でね、この席買うと大体60から70ユーロぐらいはすると思います。Oh!
いかがだったでしょうか。今回のスタジアム Vlog in レバークーゼンということで、残念ながらね、町田浩樹のプレー今回も見ることはできなかったんですが、両チームとも最後まで多くのチャンスを作り出した非常に見応えのある試合だったんではないかと思います。皆さんもこのチャンネルの動画を見て、実際現地にいるような雰囲気少しでも味わっていただけたのであればとても嬉しく思います。これからもこういった動画どんどん作っていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどでぜひぜひ応援よろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。最後はですね、応援するのが楽しすぎちゃってつい自分の帽子をくるりんぱしてしまった可愛い三次郎サポの映像を見ながらお別れいたしましょう。エアクラーター20でした。バイバイ。